締め殺されたんですか。じゃあ帯締めかなんか。いやそれほど細いものじゃないよ。身重じゃ。岩宮久米次郎と申す者で。そいつは分からねえな。いやほら岩宮ってその兄ちゃんでしょ。だからそれで足がつくと思ったんじゃないですかね。だからってそこにかけとくことはねえじゃん。あそこにかかってるんですか。さあそこまでは。そうですね。どうもすいません。そうだよ。もし掘るって言ったら何もない。連れて逃げりゃいいんだよ。いやもっとその若者があるだったらよ。せっかくいい旦那がついてんだよ。黙ってこっそり通ってりゃいいんだよ。殺すことはねえよ何もな。殺したには元も子もねえぜ。そうもねえ。またないよ。そうですか。ご存知なかったんだ。男がいたとしても今さら咎め立てして何になりましょうか。旦那さん気ぃついてんのかい。とんでもない。旦那さんに知れたら大変だって。それで私嘘ついて無理にお暇もらってお願いです。千吉はそんな人殺しするようなそんな子で。ねえ、もちろんな。そら千吉を捕まえて本人の口から聞くよりしょうがねえじゃねえか。はい。もちろんさん、正直に言ってもらえてんだがな。お前さんならきっとわかると思う。ご新さんの腹の子な。あれ旦那の子かい。それとも千吉の。そりゃもう旦那様の子です。どうしてわかる。千吉が来始めたのはほんの ひと月半かおたつきくらい前なんです。おしんさんのお腹の子はもう四月。嘘じゃねえだろうな。ええ、本当です。間違いはあったが月を数えると合わねえってわけだ。何を見たんですか。ほらやっぱり気になるだろ。それを忘れてやろうって言ってんだよ。何を見たのか知りたいだろねえ旦那。帰っていただきましょう。お帰りください。こっちが忘れてやろうって言ってるのに大層な剣幕だこと。おしんさんのお腹の子は誰の子なんだろうね。帰り。帰ります。おし、お前さんの言う通りにすればその千吉という人の口から要件が聞けるんでしょうね。もしそうならいつどこへと言っていただきましょう。
死んだ人の腹の子を種に揺するなど見下げ果てたお人だ。私使いを頼まれたから言ったんだよ。なんだと手ぬぐい。紺の手ぬぐいがかかってるんで。紺の、紺の手ぬぐいはかかってあったか。あれ目印か。あれはかかってた、かかってたから俺は中に入ってた。旦那が来てねえ時には手ぬぐいがかかってるんで。ちょっと待て、目印の手ぬぐいが出てたんだな。だったら旦那は来てなかったってことじゃねえか。だけどさ、酒飲みしたくない。酒？おしんは誰に酒出そうとした？おめえか？おめえじゃねえのかよ。じゃあ、違うんだよ。おめえでなきゃ誰なんだ、こんちは。確かに。わからねえ。いや、わかりません。でも、このことが知れたら、おしんはこのうちへ出なきゃならねえって、そう言ってました。どうやら風向きが変わってきたようですな。一件落着とはいかねえようだ。旦那の子じゃねえのか。違うんだってば。千吉さん、あんたの。どうしてわかるんだよ、俺の子だっていうことが。だってそうなんだよ、そうに違いないんだよ。じゃあどうしろってんだ。んどうしようってんだよ、おしん。いいか、おしん、同じ生まれるんだろうな。旦那の子として生まれた方が幸せなんじゃないの。大事にしてもらえるぜ。女ひなさだ。俺の子として生まれるのとどっちが幸せか考えてみろよ。一生貧乏するで。おめえだってよく分かってんだろ。うん。手の届く星のようなもの。今になってみるとおしんの嘘がいじらしくて。裏木戸から家に戻ってそのまま上に上がろうとするとお達が階段の下で待っておりました。どうしてだか一目で分かったと。
こうなってしまったからはせめて岩見屋ののれんだけは傷つけまいと、そればかりを。それももうおしまいです。岩見屋も今日限りでございます。何でもね、当たり前のこと言ってんだよ。何のことなの？いいんだよ、俺らにもわからねえんだから。月は欠け始めていた。地上にうごめく人間たちの欲望とも栄光節意とも何の関わりもなく、月は同じことを繰り返していた。